皆さんこんにちは、藤本ホセマリです、今回の動画は2018年の、全日本シニア35歳以上ダブルスの決勝になります。私のパートナーは野村選手で、あれ福井選手じゃないのと思う方もいるかもしれないんですが、福井選手はこの大会ではシングルスに挑戦したいと、前回大会終了時から言っていたので、今回限りの了承ということを得て野村選手と組むことが決まりました。野村選手は、ハニーソフィアの、体育館があるからすっかり千葉県のイメージが定着してるんですけど、実は埼玉出身者です。野村選手はシングルスメインで戦ってきたので決してダブルスのイメージはないんですけど、とにかくね、負けず嫌いとガッツがある選手、そして何より私の高校の後輩です。越谷南高校 OB ペアとして組むことになりました。決勝の相手は神奈川県の宮下篠岡ペアなんですけど、2人はですね、もう組み込まれたダブラーなので、ダブルスの低い展開にはめられると簡単に決められてしまう強いダブルスなんですね。篠岡選手は35歳以上ミックスですでに優勝を決めておりまして、このダブルスが最終試合でおそらく14試合で、私は40歳以上、野村は35歳以上で、それぞれシングルスの決勝も決めているので、13試合目で体力的にもですね、かなりきつい試合になりました。3日間でね、10試合以上とかね、シニアっていうのは本当に過酷なんですよ。でこの試合でもその過酷さが分かると思うので、ぜひ見てください。それではどうぞ。はい、それでは解説を始めていきたいと思います。はい、で相手はダブルスとしてはどんどん前に突っ込んでくるペアなので、それでね、やはりこうダブルスが苦手な方が狙われる。もう今回は野村がすごい狙われたんですけど、今みたいに狙われましたね。でその狙われる中で、じゃあどう対応してやっていくかっていうのが結構今回ポイントになります。はい、しっかり落としてね、相手に攻撃させなければチャンスはね、あると思うので、その流れを作っていくように頑張ってます。で今みたいにこうパン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 ってこう前に詰められてこう決められるっていうパターンが増えてくると、ちょっとね、こっちとしては不利になりやすいかなと思います。そう、前後に振られる分にはこっちはね結構対応できるんですけど、やっぱり早いドライブとかでこう攻められると、簡単に決められる感じがしますね。やっぱりポイントは野村を狙ってきてくるので、そこをね、うまく野村が対応できるように頑張ってくれって感じなんですけど、はい、私のミスです。やっぱりこう相手のペースになってきてしまうとダメなんで、そこをね、相手のペースにならないようにうまくねこうやってて、最初はねダブルスっぽくこっちも対抗してやってたんですけど、もうね途中からダブルスっぽくやってたら勝てねえなというふうに思って、途中から作戦変えていくんですけど、まだねこう低い展開で対抗しようとしてる今状況ですね。はい、ちょっとまだ体がうまく慣れてなくて噛み合ってないです。我々はあまり前衛でこうねパンパン決められるタイプじゃないので、頑張って後衛から打って甘くなったのを前衛で仕留めるような流れが今回すごく多かったんで、こう相手の低いドライブで攻められるような形にならないようにできるだけ気をつけてました。頑張って攻撃する、頑張って攻撃、そう、攻撃してればやっぱりねこう決まるチャンスが出てくるんで、はい、フェイントかけたんですけどミス、上げさせる展開を作ってこっちが攻撃する、積極的に攻撃する。はい、こう頑張る、
はい、野村が結構ねバックハンドレシーブの後フォアで構えちゃう癖があって、フォアで構えるとやっぱりその逆を突かれてバック側に打たれた時にねやられてしまうパターンが結構あるので、やっぱりね基本的にはバックハンドでほとんど対応できるように、努力した方がいいっていう話を事前にしてたんですけど、どうしてもね癖でねこうフォアで構えてしまうっていうのがあるようで、でそれを話してました。で今回でも結構フォアで構えてしまうシーンが多かったですね。そうやっぱりこう低い展開で攻められるとこっちがねかわしきれなくてやられちゃうパターン出てきちゃいますね。はい、ちょっと届かなかったですね今のは。はい、私がねちょっとだいぶ腕が疲れててですね腕の回線が効かないんですね。だからちょっと、簡単に球を沈めることができなくて結構ねフォアドライブのミスがね今回多かったんですけど、でこの辺ぐらいからちょっとねダブルスっぽくやってもちょっと対抗できないよねってことで、ちょっとこの辺りから作戦変更して、少し大きく回していこうというふうにしました。ドロップ相手をねこう速い球に対しては相手が前レシーブとか強いので前後に落として相手をねちょっと疲れさせようと、クリアとか前後に動かして疲れさせようという作戦に変えてます。そう、長いラリーをちょっとでもしていこう、相手も疲れてるので、こっちも疲れてますけど相手も疲れてるので、もう体力勝負で勝負していこうっていう風にしてます。今のもねプッシュ打てるところをあえて前に落として相手をね少しでも疲れさせるために前後に動かしてます。でそうするとやっぱねこう点数がねちょっと取れるようになるんですね。なのでこう作戦はねこの試合の中でどんどん変えていかなきゃいけないんですね。やっぱ何で勝負できるかっていうのをちょっと考えて、やっていくのが大事なポイントかな。で、まあこの点差がだいぶ開いちゃったんで、1ゲーム目はね、取られちゃっても、2ゲーム目でしっかり取れれば、まあファイナルはチャンスがあるんじゃないかとちょっと思ってたので、今決められちゃいましたけど、やっぱり、1ゲーム目取られても、少しでも相手の体力を削っていこう、みたいな感じで、ラリーしてました。低い展開になっちゃうとダメなんですね。はい、クリアとカットスマッシュでしっかり相手を回していきます。はい、相手を左右に振るこういう、ショットがねダブルスの基本的な、球回しになります。同じところに連続で上げないようにしないするのは良くないですね。で今1ゲーム取られちゃったんですけど、まあ、2ゲーム目これもねもう想定内で、考えて、2ゲーム目ねここもしっかり我慢して回して繋いでいこうというふうに考えてます。はい、はい、今のもちょっとフォアで構えちゃってたんで、これバックで構えて打ってよって話をしてたんですけど、やっぱフォアで構えちゃうとね取れる範囲が狭くなっちゃうんで、できるだけバックハンドで対応できるようにした方がいいですね。ここも我慢してラリーしていく。いやこれはちょっとボンミスですね。はい、これも上げてよかったんですけど、なんかね前に逃げようとしちゃったんですね。はい、これはラッキーです。いや序盤ちょっとね行かれちゃったんで、このままやられるかなと思ったんですけど、こっからねしっかり粘って追いついていけるように今頑張ってるところです。はい、これももったいないですね。トス、いやこれも落とそうと思ってたんですけどちょっとミスですね。でこれもアウトしてしまう。やっぱダブラーじゃないのでね、前があんまりこう速い球来るとちょっとタイミングずれてアウトになりやすくなっちゃうんですね。
で、これも左右に動かす、これも我慢する、つなげる、よし、相手のミスを誘いました。ナイス。今脇下ね、あの鉄板のところを狙ってますね。しっかりつなげる、つなげて、これはね見逃しちゃったんですけど、やっぱね見逃すとね精神的にちょっと弱気になってる感じになるんですね。だからやっぱりもう見逃さないで、ちょっとぐらいアウトでもいいからしっかり打っていこうっていう風に話してました。前後に振る、そう前後に振って相手を動かしながらね、打たせるとやっぱりこう速い球に対して相手慣れてるので、こう、ああこれもねやっぱ狙われてたので、しっかりバックでバックハンドを来るって予想して対応してって話をしました。あ、これは相手が一瞬球見逃したところをしっかり仕留めてラッキーでしたね。そう、私結構ねこの時レシーブの調子が良くてね、後ろからの球はほとんど決められてないですね。いや今のは前衛、やっぱシングラーだから前衛無理に叩きに行こうとするとねちょっとタイミングずれちゃうんですね。だからもうとにかくそんなミスよりも確実な球を決めてこうって話してましたね。そう、チャンス、 OK。 いやーいいコースに来ましたね今のは。このね、今打った宮下選手が前に出てくるのが早いんで、こっちがね前に落とすときにほらすぐバーって出てくるんですね。やっぱああいうのがあるとこうこっちもプレッシャーかけられちゃうんですけど、まあ、それを我慢してねしのごうっていう感じで、前後に相手を振っていく流れにしてます。はい、シングルス的に動く分にはこっちはねどうにかなるんで、前後に振られてる分にはこっちは大丈夫です。だからしっかりね相手を前後に動かして、相手も疲れてるので相手の足をしっかり動かしてチャンスを作ろうっていう感じでね攻めてます。こう球もねしっかり回す、はい決まりました。ラッキーでしたね今のは。私もねちょっと、あ今のはタイミングがちょっと遅かったですね。前に出るタイミング遅れたんで私が前に出れませんでした。はい、これはアウト、ラッキーです。いやいいコース来ましたね、脇下に来ました。で私がこの回線が全然ね腕が言うこと聞かなくてね、あのミスがすごい多いんですよ この時は。いや今難しいところからちょっと間に合わなかったですね。あ、これはナイスショットです。いやこれねアウトだと思ったら入ってた。でもこれは私は多分インに見えてたんで、もうしょうがねえなと思ってすぐ切り替えました。はい、今のもドライブ出たんですけど、もう相手がね足来てるの分かってたので、少しずつ前後に動かすように意識してやってます。はい、左右に動かす、前に落とすで動かすで、チャンスを作って打つと。ドライブ打つと相手もねドライブの球に対しては強いので、前後に動かして少しでも疲れさせようって感じでやってますね。やっぱ相手のね前がねこう連続でバン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 打てるんで、やっぱそれをしのいでいかなきゃいけないんですね。
捕まらないように、いやこれがねちょっと今の大きかったですね。相手19なんでここでしっかり、でこれが相手のいいレシーブですけど野村もしっかり返してくれて、ここがもう我慢どころです。はい、ここしっかり攻撃攻撃攻撃で、これでミスしてくれて、これで大きかったですね。ここも我慢です。我慢で野村がよくレシーブで我慢してくれました。ラリーするで、ここネット前で仕留めると、で20取って野村がサーブなんですけど、これ今、はい、ピンサーブ打ったんですね。これを私がお前ピンサーブ打てって話してやってたんですけど、やっぱ野村がピンサーブ打つイメージないので、相手の意表をつこうっていう意味でね、ピンサーブ打って決まってファイナル入ることができました。でファイナルはね、相手も疲れてるっていうのが分かるので、とりあえずずっと回しててもやっぱりダメなので、しっかりチャンスのあるところはどんどん攻めていこうってことで、やっぱ回しながらもしっかり攻撃していく、チャンスを攻撃していくように意識していきますね。少しずつ前、2人とも前、そこまでこんだけは上手くなかったんですけど、できるだけ前に詰めてチャンスがあればちょっとでも決めようって感じでやってます。はい、今のも鉄板コースですね。脇下あたりに狙ってます。はい、これを前に落とす、でこれでチャンスを作ってラウンドから攻撃と、はい、はい、前に落とす、でクリア、ちょっと動かしていきます。やっぱ同じところに上げちゃうとダメなので、本当はダメなので、やっぱ少しでも動かす、これは私のボンミスです。やっぱ相手をね、同じ位置にずっと打たせるっていうよりかは、やっぱ左右に動かした方がいいですね。いやこれは相手の前の入りが早かったです。はい、これはラッキーでした。いやこれは単純に空振りですね。ラッキー、これネットインで決めることができました。いやこれは相手のアウト、ラッキーでしたね。はい、落とす、でこれナイスレシーブで、我慢してラリーする、我慢、よし、相手のミスですね。いやーこれは捕まっちゃうとこういう展開でねやられちゃうんですね。はい、なので、あーこれもちょっともったいないミスですね。そう、落とす、いやこれも腕がね効いてなくてねミスなんですよ。大きい展開にする、でこれを気をつけないとダメ、大きい展開にして、大きい展開で相手を動かす、で同じとこ上げちゃあんまり良くないですね。これを動かした方がいいですね。で動かして、相手がねもう足来てるんで、やっぱこれここをうまくついていきたいなという感じでやってます。ただ相手もやっぱスマッシュとかこうしっかり甘くなると決めてくるんでね、これはラッキーでした。前後に動かす、攻める攻める、上げさせて攻撃、ナイス、ね、しっかり前でチャンスボールを決めてくれました。1回じゃ決まんないんだよね、1回じゃ決まんないので、連続でしっかり決める力がね必要ですよね。今のもそうですね。いやこれもナイス我慢です。いやここのねフォアのドライブがね何回ミスってんのって感じで、分かっててもねこうつい打ったら全然体がうまく動いてくれないんですよね。ここも相手を動かしていく、
動かす。で、相手が見逃したところが入ってると。相手も相当来てますね。いや、これはね、うまい相手のドロップでした。これしょうがないです。で、これも打つと返されちゃうかもしれないですけど、前に落として相手が回してきているんで、前後に動かしてます。これはサーブミス。もうしょうがないです。はい、うまくかわして相手もクリア使ってきました。で、大きい展開で相手動かしていく。で、これも動かす。相手足結構来てるとやっぱりね、レシーブもできなくなってきちゃうんですね。で、もう相当来てます。いやー、これアウトだったんですけど、ワンタッチしちゃったんですね。動かす。はい、動かす。ちょっとでもいいからワンラリーでも多くしてつなげる。我慢する。結構長いラリー続いてます。あー、これもラッキーです。相手も相当足来てます。いや、でもね、いいスマッシュが来て、ちょっとこれもやられちゃったんですけど、でも今リードしてるんで、ちょっとここは攻めていき行きたいとこですね。いや、相手の前が早かったですね。やっぱり攻めていく気持ち、最後はね、終盤は攻めていかないと絶対ダメなので、終盤でね、結構守りにそのままずっとラリーしちゃうのは良くないので、やっぱある程度終盤になったらもうどんどん攻めていくプレーに変えていく。で、これもしっかり相手動かしながら、今チャンスを伺って、これが今逆フェイントで決まりました。はい、これ相手もちょっと結構疲れてます。マッチポイントで、もうそれでも相手のプッシュ結構いい球来てます。はいはい、これで優勝することができました。まさかね、野村と組んで優勝できると思ってなかったので、本当にこれは嬉しい優勝でした。はい、ありがとうございました。はい、動画いかがでしたでしょうか。今回の戦術はですね、決してダブルスで有効だとは言えないんですけど、シニアのね、この過酷な戦いの中では有効になるやり方だったかなと思います。本当に厳しい戦いの中で体力削られながらみんな頑張ってるので、まあ、その時その時でうまく戦術を変えながら戦っていくことが大事なんじゃないかなと思います。また動画いろいろと上げていきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。それではさようなら。 Thank you.